リボンの騎士は、ナベクラオットによる日本の漫画、ビッグコミックスピリッツにて2018年25号から2020年38号まで連載、衝撃史を目指す人物を描き、元奨励会三段の鈴木はじめが監修を行っている。タイトルは、手塚治虫の漫画、リボンの騎士のパロディとなっている。実力は確かだったものの、26歳までに、 プロ騎士にならなければならないという年齢制限により、奨励会を大会した安住幸一はカラオケ店でのアルバイト生活をしていた。同じアルバイトの森前から将棋イベントに誘われた安住は、史上5人目の中学生騎士として将来を期待されている明城陸六段に平手での指導対局で勝利を収める。将棋への情熱と楽しさを思い出した安住は、 同じく年齢制限で、プロの道を閉ざされた土屋隆と共に、プロ編入制度により、再度プロ騎士を目指す。だが、プロ編入試験受験に必要な条件は、プロとの公式戦において、最も良いところから見て10勝以上、なおかつ6割5分以上の成績という、奨励会以上に困難な道であった。プロ編入するためには、アマチュアの大会で勝ち続けて、 プロ騎士との公式対局が許される、アマトップレベルの選手にならなくてはならない。全日本アマチュア将棋流行戦に参加した安住は、アマチュア最強と言われる、東大卒のエリートサラリーマン片桐豊かに勝利し、東京都代表になる。さらなるレベルアップの必要を感じた安住と、土屋は、プロの子が七段らの研究会に参加し、 自分たちの知らない間に新しい戦法が生み出されていたことを実感し最先端の将棋に触れる必要性を知るそして自らもこれまでにない新しい戦法を生み出そうとするのであった将棋の駒ありがとうございます